ってリツが強引に、ミオもやるって言ったじゃん。そうだけど。それでプロになったらギャラは7歳ねって捏造すんな。ねえねえ、なんでミオちゃんはギターじゃなくてベースをやろうと思ったの？だってギターは、あ、恥ずかしい。あ、恥ずかしい。ギターってバンドの中心って感じで、先頭に立って演奏しなきゃいけないし、観客の目も自然と集まるだろ。自分がその立場になるって考えただけで。ミオちゃん、待ってるから。私も行く。じゃあミオがボーカルってことで。え、私は無理だよ。なんで？平沢さん、もうギターは買ったの？ゆいでいいよ。私すでにミオちゃんのことミオちゃんって呼んでるし。ゆい？かわいい。ギターの弦って怖いよね。細くて硬いから指切っちゃいそう。そうだぜ。気をつけないと指がスパッと切れて血がドバッと。ミオちゃんが悲鳴を。痛い話はダメなんだ。助かった。ごっちゃんです。何勝手な設定作ってるんだ。ミオちゃん、くらえ。ゆい、泳ぐぞ。痛い。ファーストフードはどうですか？ダメかも。あ、そっか、ミオにはハードル高いかもね。怖い人が出てきたらと思うと玄関のベルが押せない。オーダーが聞きに行けない。ミオさん。なんでしょうか。きっとリツの仕業だよ。ミオちゃんって小さい頃から恥ずかしがり屋さんだったの？そうだぞ。私が、綺麗な髪だねって言ったり。すごい、左利きなんだ。みんな、ミオちゃんすごいよって言ったら、顔を真っ赤にして恥ずかしがってたもんな。いや、それりっちゃんのせいじゃん。まあ、練習しているうちに指の先が硬くなるから血が出たりすることはないよ。ほら。本当だ。プニ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 。あの、もういいかな。もうちょっとだけ。怖くない。お医者さんに行くと膝の皿に藤壺がびっしりと。リツ、決まった？これは絶対ダメ。じゃあこれは？これなんか。どうしてそんなものばっかりなんだ。ミオ、私としたことが。今のは4ビート。今のは8ビート。って真面目にやれ！かゆい！やめりたい！
私としてはいい感じに書けたと思うんですけど、やっぱダメかな。ダメっていうか、そうそう、ちょいイメージと違ったっていうか、ほら、ゆいからもなんか言って。すごくいい。マジで肝試しをやろう。おお、次から次へと。いいじゃん、やっぱり夏で合宿といえば肝試しだよね。私はやらないぞ。そっか、ミオは怖いの苦手だもんね。全然余裕よ、やってやろうじゃないの。せっかく海に来たんだから思う存分遊ばないと。ここまで来た意味が。わー、全然忘れてたのかよ。まったく、リツが遊ぼうとか言うからだぞ。一番楽しそうに遊んでたのは誰だ。つー、ここちょっと変えてみるか。あいて。あ、どうした。指の皮むけちった。うわ、痛々しい。ほら、ミオちゃんも見て。あ、あれ、あ、見えない、聞こえない、見えない、聞こえない、見えない、聞こえない。麦、ヒラノ。麦、どこにいるの。ミオちゃん、私よ。そういえばリツ、最近ちょっと太ったんじゃないか。え、特にお腹のところとか。最近ドラム叩いてないからかな。お、なんか落ち着いてんな。ん、はい、どうぞ。あんなにボーカルするの嫌がってたのに。そんな、子供じゃないんだし。いつまでも動揺していられないわよ。めちゃめちゃ動揺してるし。ミオほどメイド服姿が似合うやつなかなかいないぞ。黒のストッキング、純白のエプロン、そしてメイドカチューシャ。萌え萌え。東海パリしてな。かわいいかも。なんてな、冗談。いっちゃった。ベース&ボーカル。怖い話と痛い話が超苦手。軽音部のドン、デンジャラスクイーン、秋山ミア。誰がデンジャラスだ。ほら、その感じが。ミオ先輩、富士壺の話って知ってます。え、昔富士壺で足を切った少年が。あの、ミオ先輩。誰も知っている子がいない。ミオ、お、よかった。ユイとクラス離れちゃって、知っている人がいるか心配だったの。これから1年間よろしく。よろしく。でも、ミョーンってところがわからなくて。ミョーン？多分それチョーキングのことじゃないか。チョーキング？違う。そして最後が、あれ？あの人？うん、秋山美代さん。とっても恥ずかしがり屋さんなの。あ、なんだ美代、そんなところにいないで早く入ってこいよ。いや、笑うもん。笑いませんよ、似合ってますし。あ、本当？かわいい。お前らが来るのを待っていた。これってテープが B 面に変わったのね。なんだ。聞こえない、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 聞こえない。膝の皿屋敷。やだ。ミオの部屋なんか服が脱ぎ散らかってるくせに。パンツとか。真顔でデタラメ言うな。証拠は写真にバッチリ。嘘つけ。嘘じゃないもん。
パンが2つでパン、うん、他にも、こんなに違いが、ミオちゃんの手が大きいのかしら。うるさい悪かったな、ミオ。ミオちゃん、大丈夫だから。お化けなんかじゃないわ。ほんと、キュルルリ。萌え萌え、キュッ。衣装作ってきました。ノリノリだ。いや、先生、気持ちはありがたいんだけど。あんな服着て歌うの、補正の前で。ちょっとタイミング悪かったかな。これはお気に召さなかったか。私の昔の衣装はどう？やっぱりさっきの服着たくなってきた。私左利きだから、右利き用の楽器見ても悲しくなるだけだし。あでもほら、ミオ、なんかレフティフェアやってるよ。ここは天国ですか？店員さん、ここにあるの全部ください。こら、落ち着け。これでこう？そうそう。ツボだったみたいだな。もう嫌だ。リツ、私とボーカル変わって。そしたらドラムどうするんだよ。私がやるから。じゃあベースどうするんだよ。それも私がやるから。やってもらおうか。逆に見てみたいわ。リツ、リツ、あんなんて言ってもやっぱり音楽っていいね。今日みんなと初めて会わせてみて楽しかったもん。ゆい、合宿しようって言ってくれたミオちゃんのおかげだよ。ありがとう。え、そう。ミオのやつ照れてるぞ。違う、のぼせただけだ。ちょっとリツ、やっぱこんな格好で出なきゃいけない。よく似合ってますわよ、ミオチワン。すっごくかわいいよ。もう合宿の写真できたんだって。うん、はい。おー、へえ。よく撮れてるだろう。ちなみに麦のマーク、目が私に。デジタルカメラだから手が。ミオちゃん、晴れ着気合入ってるね。リツが昨日着ていくのって聞くから。聞いただけ。何？私もミオちゃんのポジションは変わらずか。着替えに帰る。そのままでいいじゃん、可愛いよ。そう。そうだよ。うわあ！私もドラムの練習のしすぎで手の豆潰れちゃった。うりうり、うりうりうり。ひゃん。お、どうしたのミオちゃん。いや、ベースがすごい冷たくて、それが太ももに当たって。ひゃん。だって、もう一回言って。いやだ。じゃあもしかしてこの声も。お前らが来るのを待っていた。シュラ。まだ引きずってんのか。そうだな、せっかく二人いるんだし、ミオも一曲ぐらいやった方がいいんじゃないか。え、ほらハイタッチ。やだ、絶対や。ミオちゃん、でも前のライブで評判良かったし。やだ、あんなアクシデントはもう起こらないって。やだ。でもやだ、ミオちゃん。やだ。え、ラーメンだけじゃ。やだ、餃子もつかなきゃ。やだ。すごい拒否反応だな。おいミオ、ほら帰るぞ。やだ、小学生か。っていうかみんな待ってんだって。やだ、
もうほら、ミオちゃん。おちょ、リツ。はいはい、帰りましょうね。あお、あ、なにやってんだよ、ミオ。もういいよ。え、バカリツ。そうね、ミオちゃんなら歌詞覚えてるだろうし、歌詞作った本人だしな。頑張ってね、ミオちゃん。アスキーユイからもお願い。うわっ、おい、ミオちゃん、しっかりしろ。もう、なんでこんなことに。まだ緊張してるの？ミオちゃんだってわからないようにメイクしてあげようか。結構です。ああ、私、音楽室に忘れ物。じゃあ先行ってるな。ああ、うん。お、あったあった。お、学園祭のライブならちゃんと撮ってあるわよ。あ、見たいです、見たいです、うん、いや、あずさ、考え直さない？ゆいちゃん、りっちゃん、はぁ、なーぜー。それじゃおすすめシーンから。やめろ、あずさ、危険だぞ、呪われるぞ。見ちゃいました。遅かった。ミオはファンクラブまでできたらしいぜ。すごい。当の本人は再起不能だけどな。